苦しいシーズンを送ってしまいましたが、全てはやっぱり選手の経験のなさや勝負強さのところが欠けていたのかなと思っています。この苦しい経験を無駄にしないように今後努力して、もう一度前を向いて立ち上がっていきたいと思っています。シーズンの当初から支えていただいたスポンサーの皆様、シーズン途中から支えてくださったスポンサーの皆様、ホームアウェー問わず駆けつけてくださったサポーターの皆様、試合の運営ボランティアの方々、試合を見ずに支えていただいてありがとうございます。そして選手の家族の皆様も1年間ありがとうございました。まだもう1試合今シーズン残っています。もう一度選手一丸となって戦いますので、最後までよろしくお願いします。